公益財団法人日本ナショナルトラストが建設し、西条市が同財団から管理運営を受託しており、南北に2館の展示施設が設けられている。また同市が管理運営を行う統合新時記念館と西条市観光交流センターの軽音施設と合わせ、同市では愛称を鉄道歴史パークイン西条都市観光、 交流施設群として一体的に運営している。2007年11月26日、伊予西条駅東側の隣接地に、現在の北てが開館した。施設は、文化財等の保護活動の一環で、日本ナショナルトラストが、ヘリテージセンターとして建設し、管理運営は、同財団から、西条市へ委託されている。また、北ての西隣には、 新居郡中村出身で新幹線建設に尽力し、第四大日本国有鉄道総裁などを歴任した、東郷新寺の生前の功績を検証する記念館と観光交流センターが同時に開館した。2008年11月20日に入館10万人を突破し、2009年11月時点では入館14万人を突破している。 2014年7月20日、予算線を挟んだ南側に、新たな展示施設として、南館が開館した。それに合わせ、開館時から所在する展示館の名称を、北建都市、現在の施設群となった。また2015年7月20日には、新潟県新潟市秋白に所在する新潟市、新津鉄道資料館との間で、姉妹館協定を締結した。 これは、東間南館の開館と、同館本館のリニューアルが、いずれも一周年を迎えたことから、それらの記念事業の一環として締結されたもので、西条市と新潟市の間では、楽曲、千の風になってに、ゆかりのある三市長と共同で2009年から、実施している、文化交流事業、千の風サミットで、交流が進められているのをはじめ、姉妹館。 締結1ヶ月前の6月27日には、災害時総合応援協定も締結している。締結式は、同日、東韓北間で、青野勝斎上市長と、篠田明新潟市長が出席して行われた。今後両館は、資料や展示品の相互対策や、観光情報などの発信で協力するほか、 集客に関する情報、ノウハウの相互提供や人的交流などでも連携が進められる。2016年8月16日に総入館者数が40万人に達した。2010から13年度の4年間は年間入館者数は2万人台だったが、南館がオープンした2014年度以降は5万人台となっていると報じられている。 2007年の開館時から存在する北建と2014年に増設された南館からなる。入場券は両館共通である。北建木造の展示館内に2両の保存車両と四国で使用された鉄道用品、資料が展示されている。新幹線のカットボディと DF50 系の保存車両が目玉となっている。館内は土足禁止となっており、 入館の際は、玄関で、スリッパに履き替える。入場券は、隣接の東郷新寺記念館の受付で購入する。鉄道の乗車券を模した券面には、東郷新寺記念館から、四国鉄道文化館域と記され、入場の際には係員が入居する。入場料は大人300円、小人100円。なお、東郷新寺記念館を呼び、観光交流センターは、 入場無料。館内は、基本的に平屋の構造であるが、螺旋階段でつながれた展望デッキがあり、伊予西上駅構内を一望することができる。また、DF50 型が展示されている線路は、伊予西上駅構内に繋がっており、多度津工場から搬入される際には、実際にこの線路が使われた。2008年10月をもって、 定期列車としての営業運転を終了し、11月に旧国鉄色にペイントされイベント運行された、キハ65系機動車が、JR 四国から、西条市に対応され、急行音用のヘッドマークが、西条市に贈呈されるとともに、文化館東の駐車場に2008年11月23日から2009年1月3日まで展示、公開された。 この時展示された、キハ65は、後に、南館に保存されている。2014年12月6日から9日の間は、DF50 型を一時的に屋外に移動した上で、鉄道ホビートレインオレ K の隣に展示する、期間限定のイベントが行われた。南館ジオラマ北立からは、伊予西場駅を挟んだ位置にある。 屋内に C57 型蒸気機関車44号機、ューケ系ディーゼル機関車1号機、ギハ65系機動車の3両、また屋外にフリーゲージトレイン第2次試験車両の先頭車1両が保存展示されている。C57 型の運転席とギハ65系の車内は常時公開。この他、館内にはジオラマが展示されていて、 通常30分ごとに動かされる。また、ミニ SL が設置されている。増築の経緯南間の建設計画は、伊予西条駅南側の再開発と合わせて決定し、2012年に明らかになった。西条市内の公園に保存されていた C57 型44号機や、四国旅客鉄道多突工場に保存されていた。 で10、10K1 号機、キハ65系機動車などが、保存展示されることが公表された。このうち、C57 型蒸気機関車については、移転を前にして2014年2月に修理が、完了した。愛媛県西条市大町798番地1、123、観光施設の利用状況。西条市、2015年9月22日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2015年9月22日閲覧。AB 藤井へ週一実は5円ゼロじゃない四国鉄道文化館。朝日新聞。オリジナルの2015年9月22日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w a v e 2 0 1 5 0 9 2 2 0 8 0 4 4 1 h t t p w w w a s a h i c o m 関西 t r a v e l e n s e n s o s k 2 0 0 9 1 2 0 5 0 0 3 7 h t m l 2 0 1 5年9月22日閲覧 AB 日本ナショナルトラスト2007間もなくオープン四国鉄道博物館鉄道ピクトリアル57巻12号電気車研究会ピアニッシも119津山安子1年弱で入館10万人読売新聞オリジナルの2014年3月6日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20140306003252/httpwww. 読売 COJP, e-japan, 愛媛フィーチャー t 松山一兆2301億2389万4060-02 ニュース、2二百8十1 2 2 4 A と t 0 0 6 8 4 h t m 2 0 1 4年3月6日閲覧。四国鉄道文化館、開館2年入館者14万人超。読売新聞。なお、上記読売新聞記事掲載の翌月に、朝日新聞が同じく本館について取り上げた、新聞記事では、開館2年で来館者は14万6千人に。 達したと報じている、藤井周一。実は五円ゼロじゃない四国鉄道文化館。朝日新聞。オリジナルの2015年9月22日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 9 2 2 0 8 0 4 4 1 h t t p w w w a s a h i c o m 関西 //travel/enseen/osk200912050037/html2015 年9月22日閲覧 鉄道文化館南館本日オープンしました。鉄道歴史パークイン最上大好き最上観光ブログ。http コロンスラッシュスラッシュ s-trp.lekumo.biz スラッシュブログスラッシュ2014スラッシュ07スラッシュ post-316f.html.ab ハット四国鉄道文化館南館がオープンへ C57 も追加。 朝日新聞愛媛版。オリジナルの2014年7月20日時点における、アーカイブ。h t t p a r c h i v e i s 1<ッ>6 v 4エ l ハ a ト a b 四国鉄道文化館、20日に南館オープン級、国鉄塗装の起動車も愛媛。m s n 3 k ニュースラ<ッ>シュ、http://sankei.jp。 msn.com, リージョンニュース ,14 万718、M14 兆718億219枚に、N1HTM ハット、四国鉄道文化館南館をオープン。愛媛新聞。 http://www.ehime-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ20140721スラッシュ news20140721223.html 鉄道で絆さらに強く、西上市文化館南館、新潟市資料館と、姉妹協定。愛媛新聞社。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w e h i m e n p c o j p スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ20150721スラッシュ news20150721478.html2015 年7月21日閲覧。ab 来館40万人達成最上四国鉄道文化館。愛媛新聞。 h t t p w w w e h i m e n p c o j p スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ20160817スラッシュ news20160817092.html2016 年8月21日閲覧鉄道ホビートレイン特別展示を見に SL 乗車会 鉄道歴史パークイーン最女大好き最上観光ブログ。http://s-trp.lekumo.biz スラッシュブログスラッシュ2014スラッシュ12スラッシュ post-9987 html ハット。鉄道ホビートレイン特別展示ミニ、SL 乗車会。鉄道歴史パークイーン最女大好き最上観光ブログ。 http://s-trp.lekumo.biz コロンススララッッシシュュスラッシュブログスラッシュ2014スラッシュ12スラッシュ post-50bq.html 西条市における中心市街地活性化への取り組みについて西条市斎場市議会第6回12月定例会会議録第2号西条市 SL 春雷号を色直し完了鉄道文化館に展示へ、愛媛。産経新聞。オリジナルの2014年2月24日、時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 2 2 4 1 6 3 8 5 9 h t t p s a n k e i j p c o m リージョン、ニュース、14222、M14 兆222億321万2、N1HTM2014 年3月6日閲覧。テキスト部分のみポッポ橋が開通しました。伊予西城市建設道路か AB 走行距離は、入館時に配布されるパンフレットより2014年12月6日から9日の、間鉄道ホビートレインを特別展示した。ありがとうございます。